2017年3月、北陸新幹線の整備計画を進める与党プロジェクトチームによって、未着工区間である福井県敦賀、新大阪間のルートが決定されました。北陸新幹線は国が計画を定めた整備新幹線と呼ばれる種類の路線で、東京から高崎、長野、金沢を経由し大阪に至る路線の建設が1973年に決定されています。このうち高崎から金沢までは開業済み、福井県敦賀までは着工済みで2023年度の開業を目指しています。敦賀大阪間のルートは長らく意見がまとまらず未確定でしたが、2017年にオバマ京都を経由するルートに決定しました。京都新大阪間については東海道新幹線よりも南の進路を取り、途中松井山手付近に途中駅を設ける計画となっています。今回は新幹線の駅ができる予定の松井山手駅と今後の可能性について見ていきます。今週の動画の内容は投票結果で1位だったものです。投票に参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。松井山手駅は京都府京田辺市にある JR 学研都市線の駅で、京橋から快速で28分の場所にあります。駅周辺は京阪電鉄が開発した京阪東ローズタウンという住宅地が広がり、大阪への通勤を想定したベッドタウンとなっています。駅は比較的新しく、1989年に京阪電鉄が費用を一部負担して作られた西岸駅です。1日の乗車人数は約7000人で、ベッドタウンの最寄り駅といった印象ですが、なぜここに北陸新幹線の駅がわざわざ作られるのでしょうか。その理由を知るには新幹線ルート選定の全体像を見る必要があります。2017年に決定するまで、北陸新幹線の敦賀大阪間は複数のルート案が検討されていました。例えば敦賀から米原のみ建設し、残りは東海道新幹線に乗り換え、あるいは乗り入れをする米原案や、オバマから京都駅を経由せずにまっすぐ大阪に向かうオバマ案などがありました。結局地域への経済効果を見越して、オバマと京都駅を両方通るルートに決まりました。その先京都と新大阪の間は途中駅を設けず、箕面の山を貫く北回り案と松井山手付近に駅を設ける南回り案の2つがありました。結局松井山手経由の南回り案に決まりましたが、この背景には京都府への配慮があったと報道されています。北陸新幹線では自治体が距離に応じて新幹線の建設費を負担する必要がありますが、敦賀新大阪間の建設距離の大半は京都府内を通っています。府内の駅が京都駅だけとなれば、京都府としては負担の割にメリットが少なくなってしまいます。そのため京都府に配慮し、もう一つの中間駅である松井山手駅の設置を決定したのではないかと朝日新聞や東洋経済の記事で指摘されています。政治的要因が疑われる松井山手駅の設置ですが、実際開業すればどのような効果をもたらすのでしょうか。松井山手大阪間のアクセスはすでに JR 学研都市線が担っており、京都駅までも京阪バスが急行バスを運行しています。したがって松井山手駅の新幹線利用者は主に京都府南部北河内から北陸方面に向かう長距離利用を想定していると思われます。 JR 学研都市線沿線はもちろん、松井山手の駅前ロータリーからは新田辺、葛葉などに向かうバスが充実しており、それらの地域からも乗客を集めるでしょう。京田辺松井インターチェンジが駅から近く、自動車でのアクセスが良好なのも利点です。現在はベッドタウンの最寄り駅となっていますが、新幹線開業により松井山手が地域の拠点駅へと進化する可能性は十分にあると思います。
具体的な駅構造や在来線との接続方法が気になるところですが、まだ確定していません。ルート選定は4年前に行われたものの、建設に向けた予算はまだ確保できておらず、北陸新幹線大阪開業は現在では2046年を見込んでいます。まだ決定していないことが多く、開業時期がずれる可能性も大いにあります。これからも北陸新幹線の動きをじっくりと見守りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。